どうも、ヌヌです。メビウスファイナルファンタジー PC 版遊んでいきたいと思います。ログインボーナスエリクサー。レンタルカード。エレメントを使用、出現させよ120。クリスマス大召喚とかクリスマスのイベントが今日から開始されたはず。ウェルカムバック10万突破で召喚チケット。カード召喚ちょっと見てみようかな。クリスマス大召喚、魔石500個使ってやってみようかな。さあ、いいの来い。赤いのが2つ。マーメイド。星4になりました。ブルーディアナ。メイヤーシンクルのクリティカル耐性ダウン。猫股。タンか。検討しか。まあそこまでいいものじゃなかったかな。あ、クリスマス大召喚プレゼントだ。風のシート3万。でクリスマスの今回イベント見に行こうかな。いつかどこかの物語。クリスマススペシャル希望の使者。なんだその格好。ご本お待ちしておりました。光の戦士よ、今宵は特別な夜、新たな希望が生まれる聖なる夜。手短に頼む。もったいぶらず簡潔にな。もうせっかく雰囲気出したのに。雰囲気で何かごまかす気だな。泣くはないかも。認めるのね。で話は何なんだ。今夜は祭りらしいが。よくぞ聞いてくれました。今宵は聖なる夜ってわけで、君たちには希望の使者になってもらいます。うまくできたらご褒美もあるかも。というわけで、特別な夜には特別な魔法をかけなきゃね。じゃーん。希望の使者にふさわしい今夜のためのスペシャルな装いだよ。差がある。ありすぎだろ。メイヤと同じ服がいいの。素敵ね、着こなしてみせて。誰が着るか。着たくないんだ。じゃあ君が何かしくじったら罰ゲームとして着てもらおうかな。メイヤ、その服ちょっと返して。ええ、私が着るより楽しそうね。失敗すれば罰ゲームと言うけれど、何をすればいいの？聖なる夜のおとぎ話を知ってる？星が瞬く聖なる夜、痛い手の子供たちが思い思いの夢を見ながら安らかに眠っていると、赤い花のおじいさんがいつの間にか家に入り込んできて、
良い子の靴下にプレゼントをみっしり詰め込むと、悪い子は稲かと去っていく。夜中に忍び込む赤鼻の老人、贈り物をくれるとはいえ、ほぼ妖怪だろそれ。だいたい鼻が赤いのはじいさんじゃなくて手下の動物の方じゃないか。知っているの？覚えてないが、なんとなくそんな気がしただけだ。もしかしたら君の地元にも赤鼻の老人がいたのかも。いるわけあるかそんなやつ。おい、脱線はここまでだ。希望の使者になれってのは結局どういう話なんだ？私たちもその老人のように贈り物を届けるとか。大当たり。今夜は特別な夜だから、良い子悪い子普通の子にもギョンギョンバリバリプレゼント大サービスよ。配るものなんてないぞ。それを調達するのも君たちの仕事です。特別な夜に出会う魔物は特別なアイテムを持ってるかもね。つまり魔物からプレゼントを奪って子供たちに送ればというわけね。それ子供喜ぶか？喜ばなそうな気がする。クリスマスプレゼントをゲットすること。プレゼントボックスに届くクリスマスチケットを使えば、イベント開催中クリスマスイベントが遊べます。ゴールにたどり着けば毎日変わるご褒美がもらえます。メアの新ジョブサンタルチアが登場。ショップメニュー、カード召喚ではクリスマス、年末年始に期間限定のお得なキャンペーンを開催しています。クリスマス衣装でメアをドレスアップして特別な一夜を楽しみましょう。クリスマスツリないよね、名誉の衣装。とりあえず行ってみようか。どう転ぶか、勝つのは俺だ。サンタクロモーグリ、メリメリクポ。黙って見てろ。何がもらえるんだろう。お、魔石。
結構ガンガン行っちゃっていいのかな。ジョブだったら敵がいっぱい出てきても大丈夫だしね。お、サンタクロー、サンタ衣装トンビリ、あれ子はいねえか。ぶん殴るしか能がないんだ。敵数がやっぱり多いね。黙ってみて。私を讃えて歌っていいよ。魔石稼げるなこれ。地味っちゃ地味だけど。全体を攻撃できるこのスノコスプレーのおかげでだいぶ楽に進めてるんじゃないかな。手加減できなくて悪いな。よし、エレメントもう OK。 でもこれ一回クリアしちゃうといけないんだね。何回もいければいいのに。そうすればな、魔石稼げたのにな。悪い子はいねえか。どうただいま。始まる。絶対諦めないんだよ。おでっけえ恨めしよ。絶望してる暇はないよな。
すげえ魔石。はい、お疲れ。君にしては割と真面目に希望の使者をやりきったよね。プレゼントを集めるのが楽しかった？罰ゲームが嫌だっただけだ。だろうな。そんじゃ君には罰ゲームに代わるご褒美をあげるね。嫌な予感がするんだが。受け取り拒否は却下です。それじゃあ、せーの。何？何が起きるの？エコーは？さあな、どうせどこかで覗いてる。信頼してるのね。諦めとも言う。私たちへのプレゼントを用意してくれるのかも。期待するだけ無駄だ。あいつが何かくれるとしてもどうせろくなものじゃない。夢がないのね。もともと夢のない世界だけれど、夢のない人が世界に希望をもたらせるの？夢見がちなやつよりはうまくやれるんじゃないか。幻想は嫌いじゃないが、俺の戦いは現実だからな。それなら夢がないあなたに私から贈り物をしようか。何を？だ、そうね、例えばあなたが望むこと、欲することを何でも。何でもか、ね、面白いでしょ。いや、やめておく。魔女の贈り物に手を出したらどうなるか、嫌な予感しかしない。だいぶ乗り気だったけどね。残念ね。え、これで終わりなんだ。素敵なクリスマスになるよ。クリスマスミッションをクリアしました。プレゼントボックスに届くクリスマスチケットを使えばイベント開催期間中に何度でもミッションに挑めます。新たなご褒美をゲットしましょう。クリスマススター、フェニックスの。クリスマススターを集めよう。クリスマスイベント希望の使者をクリアするとクリスマススターがもらえます。たくさん集めておくと聖夜の奇跡が訪れるかも。クリスマスツリーに希望が宿る。お？ああ、そういうことか。チケットがあればまた行けると。チケット欲しいな。1日1回だけチケットがもらえるってことかな。それを周回してさっきみたいに魔石がもらえたりとかっていう流れなのかな、これ。でも今回のクリスマスイベントいいですね。去年の時ってこんな魔石もらえるとかっていうのなかった気がするけど、いいな、これ。ね、これはちょっとこまめにやらないとだな。あとはもう少し時期後だったと思うんですけど、これじゃないや、こっちか。今クリスマス大召喚とクリスマス希望の使者、今やったイベントがこれですね。で、その後クリスマスキャンペーンは今回か、今日から。で、バトルタワーランキングがまた開催されるんですよね。23日の天皇誕生日の日から年末年始、大晦日まで。
まあ、これもまたね実況できたらと思ってます。赤間さんと登場とかいろいろありますけど、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。